デッタ内閣はイタリアの第62代内閣である。閣僚評議会議長のマリオ・モンティは経済危機からの立て直しを目的とした経済再生政策を進めていたが国民に負担を強いることから不満が高まっていた。2013年2月に開催された総選挙の結果、会員で過半数を占めたピエル・ルイジ・ベルサーに率いる民主党を中心とする中道左派連合は 上院ではモンティ率いる中道勢力を含めても過半数を得るに至らなかった。そのため、シルビオベリル,ルスコーニ率いる自由の人民を中心とした中道右派勢力、ベッペグリッド率いる5つ星運動との連立協議を行うも不調に終わる。またジョルジョナポリターノの大統領人気の満了が近づく中、後継候補として中道右派と合意。 推薦した元上院議長のフランコ・マリーニが中道左派勢力の造反者が出て代わりに擁立した元首相のロマーノ・プローディは中道右派勢力の理解を得られずいずれも議会の承認を獲得することに失敗した。レッタとナポリターノ。そのためベルサーニは当初議長の辞職を表明するとともに議会主要各派とともにナポリターノの再選を要請し議会の承認を得る。 ことに成功した。ナポリターノは民主党前副所記長で中道系のエンリコ・レッタに、組閣を要請。レッタは中道右派勢力、中道勢力との大連立で合意し、同年4月レッタ内閣が発足した。内閣発足後、与党第二勢力を率いるベルルスコーニの議員、資格剥奪問題が浮上した。ベルルスコーニは連立離脱。 上院での不信任案決議賛成を示唆しない閣に揺さぶりを図るも、側近で副首相のアンジェリーノ・アルファノはベルルスコーニに,に、反旗、内閣支持を明言しベルルスコーニは、党内分裂を回避するため内閣信任に、方針転換する。結果的に、ベルルスコーニの上院議員資格を剥奪、連立離脱し、自由の人民から、ホルツアイタリアに、浸透移行して、再起を目指すも、 アルファノは、新党、新中道右派を結成し分裂した。同年12月、列タの出身政党である民主党の初期長選挙で、フィレンツェ市長のマッティオ・レンチが圧勝した。翌2月、レンチ執行部は、役員会で、列タ内閣の改革政策が停滞しているとして、総辞職を勧告。列タは、レンチと会談後、内閣総辞職を表明した。ありがとうございます。